こんばんは。キーレイジャズプレゼンツ第28回キーレイミーティングのお時間がやってまいりました。今夜も皆様のお相手はピアニストの成田レイ、ベースのさくらです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今日は10月の15日、はい、真ん中ですね。そうですね、あっという間ですね。キーレイミーティングやってると、そうですね、はい、時が経つのがすぐ来ますよね。意外とすぐ来るよね。そう、あれもうキーレイミーティングかみたいなこれだって気づいたら3回目でしょ。そうですよ、3回目の収録日でしょ。もう10月終わるじゃんってなるってことでしょそう、やばくないですか、ね、あっという間に。今月は多かったですね。4回あるのか。そう、4回です。今日は、今月は、本当に10月も半ばですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう寒いですね、だいぶ寒い。あの、昨日服装ミスってお腹が痛いマンになりましたもう難しいですよね。あれいつでしたっけ、すっごい寒かったぞ。寒かった、台風も来てましたしね。そうですね、台風の時がすごい寒かったんだよ、台風前っていうか。そうですね。先輩でも服装ミスったりとかすることなさそうですよね。いや、そんなことないですよ。やっぱ寒かったり、寒かったりっていうか、僕の場合あの寒い方が苦手なので、あの着すぎて暑いっていうパターンの方が多いですね。ああ、たくさん着るパターンね。そう。なるほど。私も寒い方が苦手ですね。そこは意見が合いました。合いましたね。はい。夏生まれなんですよ、私。あ、そうか、そうですよね。そう、7月30日なんで真っ只中に出てるんですけど。先輩はいつだっけ。僕も5月なので、あ、はいはい、まあ、夏といえば夏ですよね、昔の暦で言ったら。先輩の誕生日の時はいつも成田レイ祭りをツイッターで開催していますみんな結構乗っかってね、乗っかるっていう ね、あのね、ラーメンのね写真とかねなんか載せてくれたりするよ、ね、そうですね、成田レイ祭り開催してるんで、ぜひ来年は参加していただければなと思います何の話そうそう、あの桜井さんの誕生日プレゼントを、はい、あのケーブルあげるっていう話をしてたじゃないですか。あ、本当ですか。あ、ね、ちゃんと作ったんですけど。あ、やった。あの、送ってないっていうね。いや、どっかで会うかなと思ったら全く会えない状況だったんで、ね、全然いいです、次会った時でもう来年ぐらいになっちゃうかもしれないですけど、ありがとうございます、楽しみ。はい、じゃあ近況報告とかどうですか。なんか面白いことありました最近。食べたんですか、あれ。なんかお肉か、お肉やっけ、魚か、西京漬け。あ、まだです。あ、まだ食べてないんだ。そう、結構じっくり漬け込もうと思ってそうなんですよ、あれね、意外と大丈夫なんですよ。あの、魚なんでね、あの、心配になる人いるかもしれないんですけど、意外と長く漬けといて大丈夫なので、もう少ししっかり染み込んでから食べようかなと思っていますけど。楽しみですね、私結構ありましたよ、ライブが結構あったりして、配信ライブとか、はいはい、あと野外ライブが一回あって、お、あの野外のイベントとかもうなんかだんだん始まったりとかしてて。そうですよね、実際のところどんな感じですか。あ、でもなんかみんな普通でした、野外は。すごい広いとこだったし、なんかその行ったそのライブの場所が八王子の方で、八王子の山奥で、はいはい、なんか貯水池の横にステージがあるんですよ。へー、もう始まっ、そのバンド始まって以来のアウトドアさで、さまざまなカマキリを見ました飛んでるカマキリ、歩いてるカマキリなんかあの踏まれてるカマキリとか。そんなカマキリがいっぱいいる場所だったのね。そう、それでね、なんかそのカマキリっていうのはほぼ、ハリガネムシっていうのに毒されてるんだって。へえ。寄生虫で、ハリガネムシはその水の中じゃないと生きられないんだって。はいはい。だからカマキリを洗脳して誘導して、その貯水池、水の中に落とすんだって。へえ。だからあのカマキリ
を陸上で踏んだりすると、その針金虫っていうのがこん な、うんうん、なんか糸みたいなのが出てくる、うんうん、それを初めて見て大自然って思ったすごいね、これはなかなか見れないな、ないですか、怖いな、そう大自然でした。でね、うん、なんかあのそこでもしかしてさくらさんって桜井さんですかって言われて、うんうん、あのイヤキャンを知ってるお客さんがたまたま来てて、うん、でなんかバンドやってるからって見てたら、うん、あれあの人なんかどっかで見たことあるみたいな感じで、あ、さくらさんって桜井さんだってなって話しかけてくれた人がいました。すごい。そう、あのね、アマチュア無線のイベントだったんですよ、うんうん、なんかジャンク祭りみたいな。へー。でそのアマチュア無線家の人が、うん、あのたまたま来てたら、たまたまじゃなかったのかな、なんかリーダーの人がアマチュア無線家なんですよ、うんうん、その人のツイッター見てきたんだかなんか。でもベーシストは私だって知らない状態で来たら私が弾いてたっていう。おお、すごいですね、すごいつながりですね。そう、びっくりしました、うん、まあ、向こうもびっくりしたかと 思いますけど、うんうん、あ、じゃあキーレインミーティング聞いてくださってますかって言ったから、うん、そこまでは聞いてないって言われましたそこまでは聞いてないって言われました。ぜひそこまで聞いてもらいたいですね、はい、そこまではってなんかちょっとディープな世界みたいな言われ方ですよねディープな世界、ちょっとまだそこまでは足踏み入れてないんですけどみたいな、踏み入れてないですみたいな、あの野毛の、はい、野毛のあそこのなんか飲み屋街みたいな扱いです、キーレインミーティングは扱いがね、扱いが野毛なんですよちょっとまだ野毛には入りづらいんですけど、入りづらいですみたいな、うんうん、なんでぜひそこまで聞いてほしい、聞いてくださいって言っときましたんで、うんうん、もしかしたら聞いてくれてるかもしれない、この回、うんそんなことがありました。はい、はい、この前あの配信ライブを、配信ライブじゃない、この前あの配信キーレイミーティングをやらせていただきましたが、見てくださった皆様ありがとうございました。ありがとうございました。コメントをたくさんいただいて、あの後ね、読んでおります、うん、いや本当たくさんいただきましたよね。はい、ね、すごいコメント流れるのが早かったです。そうそう、私のチャンネルでやるといつもあの停滞してるんですよ停滞見てる人がいないから。成田さん、なんかなかなかああいうのに顔出しすることないんじゃないですか。そうなのかな、そうかもしんないですね。ね、うん、私はしょっちゅうですけど成田さんレアですよね。でもさくらも始めたのはそんな前からじゃないよね。そうですね、割とコロナになってからですね。そうですよね、うんうん、ほんとみんな生活が変わったというか、ほんと発信者のね、発信の仕方もどん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 変わっていきますからね。変わってきますよね、うん、しかもそんでこれがどれくらい続くか分かんないですもんね。ほんとですよ、うんうん、ここが問題ですよね。なんでまた近いうちに、あれいつだっけ、うん、忘年会か新年会っていうね言ってましたよね。そうそう、でもなんか忘年会楽しみにしてますっていうね、コメントとかメッセージもあのあと何件かいただいて、はい、うん、せっかくなのでね、忘年会やりたいですね。うんうん、何でしたっけ、先輩のヘキサトニックの、はい、話を横山パイセンと一緒にぜひしてほしいですねあれはもういいんじゃないですかね、掘り下げなくてももったいないじゃん、だってもう一回、もう 2,3 回ぐらい登場しますマニアックすぎて、まあ、あの音をね、うん、含めてね、聞きながらっていうのができたらいいなとは思うんですけど、ね、うん、こんな感じみたいな、うん、あの話してた時ガンガン視聴者が減ってましたよ。そうそうそうだからあれはねちょっと危険なんで本当やめた方がいいと思いますいや、いいんじゃないですかじゃあだから横山パイセン、うん、まあ、ちょっと特別スペシャルゲストで不景岩を、うん、ギタリストね、我らの、ね、うん、あの先生仲間の、はいはい、リスです。エイワオとからあの辺を召喚して、うんうん、わーわー喋ってるのを、うん、私は生還しているっていう。まあこの間以上にどんどん減っていくでしょうねガンガン減ってますよ、ね、ガンガン減ってきますよ、うん、あれあと何の話したんですか、配信なんだっけ。あ、そうそう、スタジオハトバスツアーもね、はいはい、割と音響系だけだったなってあの後思って、うんうん、今度はぜひカメラ周りとか、はい、パソコン周りを紹介したいなとちょっと思いました。確かに、うん、でもあの曲がってる液晶、うんうん、初めて見ました私。あれはなんかね、
すごい気分が上がるんですよね、あれがあると。気分上がりますよね、あれね。なんかね、囲まれてる感じがね、やっぱり最初違和感あんのかなと思ったんですけど、もうすぐ慣れました。あれかっこいいですね。ね、あとなんだっけ、何の話しましたっけ。何の話しましたっけね。もう遠い記憶。大して内容がなかったっていう。そうですね。大して内容もありますけど。自分たちの CD の話するとか言ってて全然してないんですよ。そうなんです。あの日。それもちゃんと次回ね、やりましょう。はい。はい、うん、次回やりましょう。そのライブハウスがね、結構名のあるライブハウスがガンガン潰れてるじゃないですか。はいはい。ね、イヤキャンでやったとこが2つも潰れてしまった。そうなんですよ。ちょっとショックですよね。ショックです、うん、これ大丈夫なんですか、日本の音楽史。やばくないですか。まあ世界的にそうなんだろうけど。そうですね、めっちゃ老舗ですよ、うん、いや本当そうですね、老舗だし、僕もそのイヤキャン以外でももう昔から、うん、ね、20代の頃からずっとお世話になってたライブハウスだったので、うん、そこがねなくなってしまうっていうのはちょっと寂しいですよね。もう寂しいし、もうショックですよね。ね、本当ショッキングですよ、ね、あのイヤキャンはでも、まあ、ライブハウスでもこう何度かやったことあるんですけど、はい、ホールもいいですよね。ホールも似合いますもんね。そうですね、うん、なんか広い空間っていうのがねやっぱりいいですよね。ホールとか、まあ、野外とかね、すごく似合うんじゃないかなと思っているんですけど、あの天然リバーブが、そうですね、まあ、またねホールライブとかやりたいですけど、うん、うん、今度は大ホール借りて50人限定とかやります、うん、貴族貴族、もう 2,30 席に1人みたいな。1列に1人。貴族、ね、採算取れなくない。採算取れないよ。でももう危険ですからね、本当にね。写真とかね動画見てて、まあ、あの皆さん減らしてやってますけど、それでもやっぱり、あ、密だなって思うことありますもんね、見てると。いや、貴族ライブっていうことでいいんじゃないですか。貴族ライブ、うん、貴族ライブ。あの新曲はレコーディングするんですか。いや、それもどうしようかと思ってね、あのイヤキャンの新曲がもう次の分が出来上がっていて、っていうかもうだいぶ前に出来上がっていて、うん、うん、桜井さんにも音源とかは渡しているんですけど、譜面も書いてあるんですよ、もう全部。あ、本当ですか。うん、譜面渡してないよね、確か。渡してない。そうですよね。来るの、うん、いや、あのタイミングで譜面も全部書いてあるんで、あのもういつでもやろうと思えばできるんですけど、タイミングがね、なかなか難しいですよね。だからそれをリリースしてライブしたいじゃないですか。そうなんですよ。そのレコーディングが先ですよね。うん。あ、まあ、先に撮ってね、あの撮って置いとくってこともできるんですけど、まあ、レコーディングしたらやっぱり MV も撮りたいし、ミュージックビデオも撮りたいし、レコ発ライブもやりたいしってなるとね、はい、なかなかタイミングが難しいなと思って、うん、まだ寝かしてある状態なんですけどね。怖いわその寝てるやつ。かなでちゃんが自分でっていうか、どっかでドラム撮れればいいってことだよね。そうですね、それもありますけどね。先輩がマイク立てに行けばいいってことでしょう。まあ、それでもいいですよね、はい、私アシスタントしに行きますよ。もう全員身内だけでやるっていうね。アシスタントしに行きます、うん、で私は先輩に行って撮ればいいもんね。そうですね、まあでもそういう感じになるかもしれないですね、これから。なるべくこう人を介さずにものを作っていくみたいな時代になってしまうかもしれませんね、うんうん、でも頑張ればいけますよ、それで。いや、もちろん、うん、頑張ればいけます。うん、頑張れば怖いわ、とにかく曲が怖いです。でもあれ聞いたと思うんですけど。聞いたけどさ、そんな割と1曲以外は確かに1曲ちょっとね変な曲がありましたけど、怖い、うんうん、じゃあ牛歩作戦でいきたいと思います。はい。牛歩作戦牛歩しててもいつか来るのにね。そうそういつかはやらなきゃいけないですからね。早い方がいいけど、うんうん、はい、じゃあイヤキャンのライブ、あ、イヤキャンの 新作、うん、皆さんお楽しみにということで、はい、はい、じゃあ曲の方いきますか。はい、それではそろそろ1曲聴いていただきたいと思います。秋ということで聴いていただきます。オータムフォリッジ。
い、ありがとうございます。オータムフォーリッジ聞いていただきました。これ人気の曲で、そうですね、ね、うん、これあの私もすごい好きだけど、かなでちゃんも好きだよねこの曲ね。うん、なんかなんだろうな、僕の中では、うん、ちょっといつもとイヤキャンの中でも違う曲っていうか、あ、そうなんですか。ちょっと難解な部分もあるんで、本当ですよ、あの どうかなって思ってたんですよね。はい、あの逆に人気ないかなっていう、あ、うん、だ意外な反応だった曲ですね僕の中で。いやこれいい曲ですよ、うんうん、いやみんないい曲ですけど、これかっこいい、すごい、だいたいあれなんですよ、人と違うからその売れ線じゃないんですよね、うんうん、でもイヤキャンってそういう感覚の人たちが集まってるから、うんうん、結構好きなものが被ったりして嬉しいんですよね。なるほど、うん、かなでちゃんとかもそうじゃん、なんか売れ線からちょっと外れた、なんかちょっとマニアックなでもかっこいいみたいな曲がみんな好きだったりするからね、結構感覚が一緒の人が多くて嬉しいですね。うん、曲ごとの人気投票とかやってみたいですよね。あ、やってみたい、うん、でもねこれ本当にね、面白いなって毎回思うんですけど、僕の曲とかでもやっぱり海外での反応って国によって全然違うんですよね。例えばアメリカだとすごく明るい感じでエクスパンドマイワールドとかランスルーとかは人気がありますよね、まあ、R&B っぽい感じの曲とか、あとヨーロッパはそうですね、テンダーボイセスとかが人気ありますね。あと韓国はローズの曲なんですけど、アレイクアットナイトとかアストレイキトゥンとか、そういうローズのちょっとダークな R&B みたいな曲が人気あったりしますね。本当違うんだなって思いました、国によって、うん、なんか日本の、いやわかんないですよ、人によると思うけど、うん、日本の人ってバラードとか好きですよね。うん、すごいヒットしない？ヒットするのは最終的にそんな気しますよね。うん、うん、うん、あとインドネシアで演奏してる時も、例えばランスルーみたいな、うんうん、ああいうポップなアップテンポな曲とかが意外と盛り上がんなかった時もあります。場所によってはどうだの、そうめちゃくちゃ上がりますけどねあれね、うん、あれみたいな、あれそんな、あんま好きじゃなかった、うん、あんま好きじゃなかったみたいな感じですね。でその後ちょっと地味めの曲弾いたら、あ意外とそっちの方が良かったみたいなね。へえ、わかんないですね。わかんないんですよ。そうだ、こういうのもなんか日本人的感覚なのかなってちょっと思ったりね、うん、なんかオープニング1曲目派手なの弾こうみたいな、そうそういう感じしますよね、うんうん、あでもあそうじゃないんだみたいな、あそうじゃないんだ、あ違った、そう。いやだから本当そういうの勉強になったなと思って、うんうんうん、面白かったです。なんかそのイヤキャンとかその成田さんとかでその美しいバラードをちゃんとできるっていうか、うんうん、なんか例えばそのうちのバンドとか他のバンドとかだとそのバラードってあんまり なかったりとか、はいはい、なんかそのバラードやバラードをっていう雰囲気でもないみたいな、うんうんうん、バンドもあるじゃないですか、はいはい、だけどイヤキャンとか成田さんとかってバラードをちゃんと見せることができるから、うん、やってった方がいいですよね。そうですね、うん、怖がらず、うん、なんか割とバラードって怖あちょっと怖いっていうか、はいはい、に日本の方とかだとそのバラードやってる間にまあトイレ行っちゃうみたいな、そう、ね、人もいるじゃないですか。そう思っちゃう部分もありますよね、実際のところ。そう思っちゃう部分もあるし、そうだからちょっとその怖がらずにできるのはいいとこだなってやっぱ思います、うんうん、そのバンドのカラーとして。うんうん、でもイヤキャンのバラードっていうのはないんですよね。バラードらしいバラードがね。そう、うん、その京都が、まあ、そうですね、うんうん、ちょっとバラードといえばバラードみたいな。うん、確かに。まあいつか作ろうとは思ってるんですけどね。うん。うん、まあ、でもあとあの不朽の名作インディゴレインがやっぱありますけど、皆さん PV ミュージックビデオ見ていただきましたでしょうか。そうそう、あのやっとね限定公開が外れて、うんうん、あの普通に見られるようになりましたので、はい、ぜひ見てください、ね、
本当に見てください、うん、ぜひ。あの皆さん出演されてます。はい、いろんな身内の皆様が出演されていますのであとあれですね、成田さん、あの今月末配信がありますね、はい、そうなんですよ、それのお知らせを、はい、今月末29、30、31日の3夜連続で2020年の1月22日にリリースした The Color of Soundscape 2020、まあ、今年ですね、それのレコ初ライブができなかったので、まあ、その演奏シーンをなんていうんですかね、あの無観客ライブとミュージックビデオの中間みたいな、うんうん、感じのものをこの間ね収録してきましたので、それを3夜連続で配信したいと思ってます。はい、27、28、29? ん?じゃあ、話を聞いてない。待って何じゃ、本当に待つです。29、30、31ね。29、30、31ね、はい、で時間は、夜の10時から10時から、はい、あ9時にしようと思ったら29日キーリーミーティングかぶるじゃんっていうことに気づいて、そうなんですよ、うん、なんであの10時から毎晩配信したいと思っています。はい、わかりました。そう、ちょうどねこのね収録の時があの台風来てる時で、うん、はい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 、めっちゃ雨で、うんうん、でまあそこそこ機材もねあったんで2日間行って撮ったんですけども、うんうん、まあまあ大変でした、雨の中あの今回はですね、あの、まあ、僕いつもベヒシュタインを弾いているんですけども、フルコンのベヒシュタイン、282センチあるんですけど、うん、すごく大きなピアノで、今回それを使ってね収録しました。あの日本の会館、まあ、地方のホールとか、うん、ああいうとこも大体フルコンってヤマハとスタインウェイなんですよね。でベヒシュタインが置いてあるところあるんですけど、もう本当に数えるほどしかなくて、僕もツアーの仕事ずっとやってて、あのそういうホールとか会館でベヒシュタインのフルコンに会ったのはたった1回だけです。うん、だからね多分ベヒシュタインの音を、まあ、ベヒシュタインのフルコンの音を聞いたことない人がほとんどだと思うんですよね、うんうん、でレコーディングスタジオに入ってるっていうのもね僕の知る限りないんですよね。へー、うん、デーゼンとスタインウェイはもちろんあるんですけど、あとファツヨリね、イタリアのファツヨリも最近は入ってますけど、まあベヒシュタイン置いてあるとこないんで、ちょっとその辺の音も楽しんでもらえたらなと思います。うーん、すごい楽しみ、うんうんうん、なんで29、30、31は皆さんみんなで見ましょう。で YouTube キーレイジャップ、あのスタジオドナースールの、アカウントになりますので、はい、そちらで配信します。これ成田玲で検索すれば出てくる。はい、出ます。あ、皆さんチャンネル登録してください、お願いしますちょっと最近放置気味だったので、ね、またこれを機に少しずつアップしていきたいなと思ってます、はい、チャンネル登録をしてみんな29、30、31は見に行きましょう。キーレイジャズ、キーレイミーティングでは皆様からのサポートを受け付けております。今後の活動資金として使わせていただいております。そしてキーレイミーティングの活動支援がベースのページにお引越ししました、キーレイジャズショップのキーレイミーティング活動支援をクリックしていただくと、お値段によってグッズ と、手書きのイラスト入りのハガキをお届けさせていただいております、たくさんの方にご支援いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。あのハガキを書くのを楽しみにしておりますので、皆さんぜひ活動支援していただけたら嬉しいです。キーレイミーティングの未来は皆様にかかっておりますぜひご支援のほどよろしくお願いいたします。すべての質問やお便り、話してほしい内容などはキーレイ mtg@gmail.com で受け付けております。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。皆様のお相手はピアニストの成田玲、ベースの桜でした。それでは皆様ごきげんよう。